はい、皆さんこんばんは、エデツです。今回なんですけれども、こんばんはって言っちゃったね。まあこんばんはですね、投稿時間的に。はい、ってことなんですけど、今回 HP が 1.5 倍、アタック 1.2 倍ということで、なんだこの補正はっていう感じなんですけれども、これまた上さんあれですね、補正で遊び出したね、これ。っていう感じなんですが、まあこの補正ね、前にも実は一回見た気がするんですけど、多分覚えが新しく多分あったよね、この補正。うん、だいぶ前にあった気がするけど、その時はね、多分呪いが蔓延してた気がするんですよね。うん、本当に呪い無双っていう感じだったんですけど、やっぱ今暗黒竜もね、その、なんていうかな、この環境のデッキの一つということって、まあだいぶね、環境昔と違うんで、まあいろんなデッキ見れるかなというところなんですけども、今回僕が使っていくのは大小デッキでございます。はい、駒が揃ってないですね。クラフィールがいないですね。あとクリスもいない、ドリスもいないという感じなんですけれども、まあやってきますよ。これで全然勝てます。はい、で今回フィリーナリーダーにしてるんですけど、理由が2つあります。でまず今回トーカビーナス入れてるっていうところで、これもうね、察しのいい方は分かると思うんですけど、僕進化ビーナスがいないです。はい、でもう一つなんですけど、まあこれはね、正直進化ビーナス使ってないんで分かんないですけど、このね、大小ダメ今日の補正だとめちゃめちゃ痛いと思うので、回復がね、多分あった方が安定すると思うんですよ、今日の補正は。正直普段のその無補正とかだったら分かんないですけど、今日の補正だったら回復が欲しいと思うので、僕はフィーナリーダーにしております。で呪いデッキももちろんいるので、呪いに当たってしまうと、ビーナスとか進化ラリーだと、もう一方的に自分の HP をめちゃめちゃに削ってしまうので、フィリーナの方が今日はいいと思います。はい、ということで早速この大小デッキでやっていきましょう。さあやっていきましょう。混合デッキですね。混合デッキか、なるほど。まあアタック上がってますからね。まあ、おお待って、トリプルオールだ。これあれだ、めちゃめちゃ投げてくるやつ。大詰めくりが始まってますが、ちょっと怖いな、これは。こっちの引きとしてはいいですね。もう今日のね、この補正なんで、もう代償はね、もう私の自信は揺るがない。 X 打ちしてね、もう速攻で引きます。私の出番だ。レイト引いたね、これ OK、いいよ。このレイト X 打ちます。ゴリ押しだからね、解説もいらないから。ゴリ押すだけだから、これ回復がでかいんですよね、この2760回復。これがかなりでかいんですが、さあ相手は何を引いたんでしょうか。悩んでるぞ。さあちょっと悩んでるか。相手何を引いたんだ、これは。バハムート引いちゃったみたいな感じ。もう全員か、嫌だな、それ。いや強っ、強ない。めっちゃ強くない。まあ、ただ、まあ、これも幽霊で出して、これビーナスだったら、ここね、HP きついと思うんですけど、その回復が入るんでね。最低のこれ16,000ぐらいか、削り切れるか、これ。ブレスのソーディアン、どっちがね、イレミアと一緒か。こっち行こう。コンボが大事なんで、こっちの方がいいと思います。2枚返し、すごいダメージが出てる。4000回復する。さあ耐えるか、ここトリプルオーラだぞ。これはどうだ、やばいか。だって凝りやすいからね、トリプルオーラだし。これさあどうだ、これは引いてないか、これアタッカー引いてないんじゃないか、これ。オッケー、こしゃくない、とりあえずオッケーですね。これ勝てたんじゃないかな。大丈夫か、 6%。 あ、いけんね、勝ちましょう。さあ最後はクリファス出してフィニッシュと。対戦ありがとうございました。悔しい、ウサギちゃんたちを邪魔しちゃダメだ。さあやっていきましょう。呪いデッキいきましたと。なるほど、呪いデッキですね。これちょっとね、ボイスちょっとしますね。前のね、動画でちょっとゲーム音が大きいっていう意見もらったので、ちょっと小さくします。このボイスとかぶったりしてるとね、音がごっちゃごちゃしてるんで、ちょっとボイスをちょっと消させていただきます。ただこれね、ゲーム音の調整の仕方がちょっと分かんなくて、画面出力でやってるんで、ちょっと
その感覚が分かんないからあれなんで、これちょっとどうかっていうのをちょっと聞きたいですね。これ、まあ、とりあえずもこれボリ押しですね。おもろいボリ、あーもろともボリ押しっていう感じでいきたいんですが、なんでくくるかはどこに出すか、これ出すか、来た。ただ大将軍負けてないな。大将軍もオッケー、強いけど呪いダメージが痛いが、大将食らってもまあ回復入るんで、そうやっぱねフィリラリーダーの方が安定するね。呪い相手来てもこれで回復入るんで、そうそう、これがやっぱり強いんですよね。早くファイトレスが残り9000。さあこれはあーどうしよう、パネルしてますか。ぬいぐるみパネルをちょっと打ちます。よいしょ、すごいな、英語まで4000で出たね、今日の発生だから。さあ相手フィニッシュはこれはできないだろう。どうだ、さあこれはもう相手もなさすべがないか。ロック来たが、ロック来たところでっていう感じだな。これはただ飛ぶか、2500で回復は込みで生きるかな。行きましょう。どうだ、ギリ飛ばないか、これいけ、よし、オッケー、勝ちました。よし、対戦ありがとうございました。さあやってきます。さあ再び混合デッキやってきましたと。 HP は38000、9000かぐらいですかね。さあやってみましょう。さあもう初手ネイでいきます。もう速攻ですね。なんかね、今日の動画だと実践数が短いですね。まあ大将デッキなんで仕方ないですけど、この短時間でめっちゃ高速周回できるのもまあ大将デッキのいいところなんじゃないかなと思いますね。さっきと同じ展開だただね、相手トリプルオーラじゃないんで、まあ、さっきと全く一緒ってわけではないが、さあここでニューイヤーマヒーズ出していく。正直ねこいつはねあれの方がいいと思います。ドリス、もちろんのことドリスの方がいいと思います。HP ゾーンの方が強いですね、ゾーンの固定だと。固定ダメージの代償はね、あんまり強くないですね。フルパスいきますか。よいしょ。ここで、めちゃめちゃ強いダメージ。12000超え。さあ、早くも相手の HP をもう半分まで切らしていく。イザベラ多分、そうだよね、自分のキャラゴマ2枚以上か。今度はこれ消せばいいんで、乱量消しましょう。そうすれば発動できなくなるんで、いや無双状態ですね、本当にこれめちゃめちゃ強い。さあここに落ちてくる。なるほど、これどうしようかな。特殊ダメが痛いんだよな、これちょっと。ね、いやバハムート3枚に耐えれる形にしたいんで、これちょっとヴィーナス打ちます。で、3枚返しイザベラの特殊を抑えに行きましょう。なので今日の補正ね、大将デッキにヴィーナス結構いいですよ。ミラー対面とかに強くなるんで、そう結構おすすめです、今日の補正には。さあ相手はどうしたか。アタッカー引いてないですね、これは。引いてるけど最大が出ないで待つか。ここ2枚でいける4290、1400か。あ、待って、ちょっと答えある。どうしよう、やばいやばいやばい。ちょっと待って、こっちの方が出る。やっぱ9.8、まだまだこっちの方が出るよね。いけるか、いけないよね、やばいぞ。ちょっと待って。いやー死んだいや惜しかったこれ。いやー対戦ありがとうございました。さあやっていきましょう。さあ呪い実機ですね今日今後と呪いしか見ないな。さあやっていきましょう。相手呪い実機同じことに入った。
まあ、これショート X でいいですね。マルフィーザ X って文字出してボーンっていきましょう。はい、よろしくお願いします。ジュレは二の呪いかな。だよね。いやー、ちょっと嫌なところが落ちてるね。どうしようかな、クリーファースから出しますか。こっちから出して、コンボがあれなんですけど、まあ、こっちから出します。ダメを抑えていく。はい、で、アルカード強いな。アルカード強いぞ。今日の不正のアルカードめっちゃ強いよ。ヴィーナス。ヴィーナス、打ちどころがちょっとあれだな。この進行だと、あれだけど。まあ、打っていきます。与えていくダメージに回復も美味しいと。でモルジアナ引いてるのでもうポンポンと打っていきましょう。さあこれ誰を乗ろうか。いやーちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。ヴィーナス次打ちたいんですね。で一回ここモルジアナに行きます。強っ強いな。やっぱり代償デッキエグいな。鬼ですね。なるほど。お、ネイト見た。ネイトが来たぞ。ヴィーナス、ここに打ちいいの。ヴィーナス行きましょう。あ、ヴィーナスじゃねえよ。ネイト行きましょう。次ネイト行きます。ヴィーナス、ヴィーナスじゃない、なんでそのヴィーナスって言ったの。ネイトを F の4かな、4だねに置きたいと思います。はい、吸収、まあ、まあまあまあ。ユルグ、あーユルグ呪われるか。じゃあユルグ出したいな。じゃあユルグ出します。コンボがね、ライフバなんで。ユルグ出して強い。6300ってもうやばいね。本当に今日の補正マジでカオスですね。これはさあ、これはもうこれしかやることがないと。最後にネイトを出してフィニッシュですね。いきましょう。大丈夫か、つなげて3回返し2万超えたはい、対戦ありがとうございました。はい、ということで今回ですね、大勝利でやってきましたということで、いかがでしたでしょうか。めちゃめちゃ強かったですねあのね、実際その4戦やってきたんですけど、負けたのはあの1戦だけで、もう本当に強いです。で、呪いデッキに対しては普通はね、相性悪いはずなんですけど、もうあれですね、呪いもろとも吹き飛ばしてしまうというこのデッキ、恐ろしいですね、本当に。もっとね、駒揃ってる方とかだったらね、めちゃめちゃ強いと思います。はい、で、やっぱりね、これ回復、このリーダーの回復、これがやっぱりでかいと思います。それで安定感すごい増してましたね。はい、ということで、まあ、今回こんな感じでやってきたんですけど、おそらく、まあ、わかんないですけど、2本目の動画が上がってるかもしれない。はい。この後2本目の動画上がるかもしれないです。その、あくまでも可能性なんで、その、開けないっていう可能性もあるんですけど、次の動画でしたね。一応予定としては神タン使いたいなと思ってます。はい。そう、あのね、代償使ってね、結構神タンにやられたんですよ。なので、神タン強いんじゃねと思って、ちょっと神タンもね、次の動画で使ってみようと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。